それでは、定例の市長会見を始めさせていただきます。はじめに市長の方から発表項目等をお願いします。はい、それでは最初に2017冬季アジア大会における ICT を活用した新たな感染体験の提供についてお話をさせていただきます。来月の19日から開催をされます2017冬季アジア札幌大会におきまして、 ICT 先端技術を活用した新たな感染体験に関する実証実験を実施をいたしますので、お知らせをしたいと思います。これは札幌まちづくりパートナー協定を締結をしていただいております NTT さんとの連携によって実証するものでありまして、スマートフォンなどに専用アプリをインストールしますと、実験を行う各競技会場において競技場に設置をされた複数のカメラ、カメラが複数設置をされておりますので、そこからの映像を、これは世界で初めてということになりますが、自由に視点を変えられる競技映像というものの提供でありますとか、競技中に、リアルタイムでルールの解説、これを視聴できるというものでありまして、観戦に訪れる方にスポーツ観戦の新しい楽しみ方を提案をしたいというふうに考えております。このほか、札幌市のカーリング場では実証実験のブースを設けまして、バーチャルリアリティ技術を利用して選手の視点というものを疑似体験していただけることができます。そういったブースも設けさせていただきます。国内外から多くの方が訪れます冬季アジア札幌大会、札幌の魅力を発信をしてウィンタースポーツの拠点都市としてのブランド価値を高める絶好の機会というふうに捉えております。この大会ではバーチャルリアリティなどの新たな感染体験ということを提供することによって、ICT のさらなる活用の可能性ということも探りながらスポーツイベントの魅力向上を図ってまいりたいと考えておりますので、報道機関の皆様方には引き続きいい周知方をお願い申し上げたいというふうに思います。2点目は札幌オリンピックミュージアムのオープンについてでございます。昨年10月からリニューアルのため休館をしておりました札幌ウィンタースポーツミュージアム、これが新たに札幌オリンピックミュージアムとして2月の21日にオープンをすることになりました。今回のリニューアルではオリンピック開催都市としてはもちろん、昨年10月に加盟をいたしましたオリンピックミュージアムネットワーク、この一員としてオリンピックそのもののレガシーを次世代に継承していくために2階部分の展示を、これまで1972年の札幌冬季オリンピック札幌大会を中心とした展示になっておりましたけれども、これをオリンピック全体の歴史や理念などについて展示をする、3つのゾーンに再構築をいたしました。さらにはオリンピックと並ぶ国際大会でありますパラリンピックにつきましても新たに展示エリアを設けることといたしました。まず古代オリンピックから近代オリンピックの歴史、あるいは理念について展示をするオリンピックスピリッツゾーン、次に冬季オリンピックの歴史と実際に使用された用具を展示するオリンピックゲームスゾーン、こちらのゾーンには新たに加盟をしましたネットワーク、これを活用いたしましてスイスのオリンピックミュージアムからレプリカを含めておりますけれども、過去の冬季オリンピックの金メダル、こういったものをお借りをして展示をしております。さらに札幌オリンピックと札幌市の町の発展について展示をする札幌オリンピックレガシーゾーン、そしてパラリンピックの歴史や理念について展示をするパラリンピックワールドというものを展示をゾーンを設けて展示をすることにしております。このリニューアルに伴いましてリレハンメルオリンピックノルディック複合団体の金メダリストであります阿部雅史さんにこのミュージアムの名誉館長に就任をいただくことになりました。
来館された方にオリンピック・パラリンピックの感動や素晴らしさを伝えていただきたいと考えております。来月2月7日に名誉館長の着任式を行いますほか、18日に内覧会、20日にオープニングセレモニーを開催をする予定であります。また2月の24、25、この両日はミュージアムがあります大倉山ジャンプ競技場で冬季アジア札幌大会のジャンプ競技が開催をされます。2月中はミュージアムを無料開放いたしますので、この機会にぜひ多くの方にご来場いただいて、オリンピック・パラリンピックの理念でもあります目標に向かって全力で取り組む尊さ、あるいはスポーツを通しての友情や尊敬、共生社会の大切さということについて感じていただきたいと考えておりますので、報道機関の皆様には周知方よろしくお願い申し上げます。もう一点は話題提供でございます。第68回の札幌雪まつりの開催についてでありますが、昨年から会期を延長をしてまいりましたこの雪まつり、今年は都ドーム会場の会期、これを前倒しをしまして2月の1日に開幕をいたします。おなじみの滑り台やスノーラフトなどのほか、楽しく雪と触れ合えるアトラクションが新設をされる都ドーム会場で、冬の代表するイベントというものを一足早く楽しんでいただきたいと考えております。また大通りすすきの会場は6日からの開催となります。8月に開幕をいたします札幌国際芸術祭2017の公式プログラムとして、制作をされた5丁目の大雪像トット商店街、ここには雪像に影絵やアニメーションを投影する新たな試みということも行う予定であります。なお地下穂でも4日からウィンタースポーツ体験でありますとか、過去の雪まつり大雪像の模型展示など、冬の札幌北海道の魅力が満載の催しというものが行われますので、こちらも併せてお楽しみいただきたいと思います。そのほか雪まつりの協賛行事といたしまして、丸山動物園では6日から12日までスノーフェスティバルというものを開催をいたします。人気の氷の滑り台を設置しますほか、雪だるま作り体験などさまざまな催しを行います。また11日12日には冬の夜の動物園として午後8時まで開園をいたしますので、この機会に夏とは一味違う冬に元気な動物たちの生き生きした様子をご覧をいただきたいと思います。報道機関の皆様方には併せて周知方をお願い申し上げたいというふうに思います。私からは以上です。